高校やばい、高校はこれ所定行くぞであるよ、これ高校は所定行くぞである。じいちゃんのカード、僕全ての力を込めて君と戦う。ゴミ大会だなこれ、僕が相手。ゴミ大会や、これは。あー、強いのかこれは。いやこれ危険だなこれ。煉獄、煉獄めっちゃ危険だこれ。行くよ僕のターン。なんもしないよあいつ。うわゴミ。これはゴミ、これはゴミだわ、やばい。ちょっと俺もターンしよう。ターンエンド行くよ、やっべ僕のターン。ドロー、これさすがに危険。これね、急に無の煉獄、これもうちょっとドロー操作あったらいけるんですけど。モンスターをセット、カードをセット。なるほど、ターンエンド行くね。俺のターン、僕のターン。ドロー、ドロー。あー、なるほど、行きます。これもう行っていいのかな、これ。こんなゴミハンドって行っていいの俺。嘘でしょ。行くか、行こう。無の煉獄を発動、魔法発動。これでこれで行ってれば来た、強え。まずはトレジャーパンダを召喚、モンスターを攻撃、トレパン召喚、トレジャーパンダの効果を発動、発動。マジックカード墓地から1枚除外し、まずは右腕を生やしていく。力を貸してモンスターを特殊召喚。そしてワンダーワンドの装備、手札から装備魔法発動。よし、そしてワンダーワンドの効果を発動、魔法発動。うわー。腕きたトレジャーパンダの効果を発動。マジックカード1枚ウェーブから除外して足生やしていく。うわモンスターを特殊召喚。一回調和の音ですか、手札から魔法発動、調和の音の効果を発動。ジャギーン、強いじゃん、良い通じゃん。これいけるんじゃない、これいけるんじゃない。4ターン目だけど、で高圧操作して、これで全部パーツいったよ、これで全部パーツいった。一応モンスターを特殊召喚。そして馬の骨の体感発動、魔法発動。俺の体感によって足をリリースしてツードロー、いいよ。いいよ、非常にいい、非常にいい。そして調和の法則の効果を発動、魔法発動。調和の法則の効果によってガードをフレンベルでリリースして、おーいけ。いい、非常にいいが、いやいいが、いやいいが、これワンチャンドローソース引けなかったら終わるか。手札からいけ、馬の骨の体感。通常モンスターをリリースして2だろう。うわー、やばいかもしれねえ。手札からやばいかもしれねえ。いやいけるか、待って、調和の法則だぞ。手札から魔法、調和の法則の効果。うん、うわー、魔法発動。うわー、絶望のマジックカード、闇の量産工場を発動、墓地の通常モンスターを回収していく。僕の負けだ。対戦ありがとうございました。グッド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 。それ迷惑じゃないって兄貴は言ってましたよ、はい、僕の全ての力を込めて松坂の兄貴が君と戦う。それ迷惑じゃないって言ってました。じいちゃんのカード、はい、これは僕が相手になるよ。何本選手、ね、6、7、6、いくよ、4本選手、僕のターン来て、モンスターを攻撃表示で召喚。めちゃくちゃいい勝負します。最後まで行く可能性ありますね。装備魔法発動。さあ、セーリーの召喚。あ、これは強い。このムーブは強い。さあ、ワンダーワンド。モンスター効果。セーリーの召喚者の効果と。さあ、左上できた。手札から。エクゾス。魔法発動。確かに。答えて。モンスターを攻撃表示で召喚。この画像を使う質問なんで。手札から。ショテラスロッター。装備魔法発動。画像を使うつもり用意してるんで、ね。装備魔法発動。ショテラス投資みたいです。強い。モンスター効果発動。強い。え、マジしてんの、カターンエンド。ユワルサモン、やばいカード入ってんの、僕のドロー。やばいカード入ってんの、こいつ。モンスターを攻撃表示で召喚。ターンエンド、行くよ、僕のドロー。来て、便利やな。モンスターを攻撃表示で召喚。
黒き森の町召喚魂の天使なそれ何そのカードえ何そのカード自分がモンスターを召喚自分のフィールド上に特殊なモンスターが存在しない場合自分のフィールド通知のモンスターは1体ほいーほいー3ターンだはい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 最速記録出た3ターンだ僕なら3ターンだやった行くね手札から手札からポンコツの意地ターンエンド行くね僕のターンやばいやばいめちゃくちゃ強いぞこれ決まったらめっちゃ強いぞ決まったらめっちゃ強いぞこれカードを伏せるよこれ初手ポンコツまず犯罪だからミスラ、はいはい、答えてミスラなるほどモンスターを特殊召喚ミスラからの、はい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 、モンスターを特殊召喚、はいはい、アドバンス召喚できますねこれね特殊召喚できますからはいモンスターをセットアドバンスセットアドバンスセットはターンエンド行くよなるほど僕のドロードロー来てんのかなわかんねえな記憶にはねえ来てモンスターを攻撃召喚サボーファイターサボーファイターあディバースタートだカレードスコープ永続トラップ発動やべえやっぱ意味不明なえ機械族あはいモンスター効果オイルメンはいオイルメンは装備されると、モンスター効果発動ギチャカード1枚上手へえカレードスコープの効果はモンスター攻撃モンスター効果発動このターンそのモンスターは相手ベッドにモンスター効果すべてに発動1回ずつ攻撃できるえ来てモンスターもしかしてこれ特殊召喚一緒行くよえっつえモンスターが攻撃するモンスター効果モンスター効果発動力いくよよモンスター効果発動これもしかして一緒ドロー入るもしかして出たモンスターを特殊召喚一緒ドローだやばいモンスターやばいぞキロム発動ボンコスの時代で発動してる場合じゃなかった発動ボンコスの時代で発動してる場合じゃなかったやばいぞこれ一生ドロー入るぞモンスターでやばいやばいなんだよあの天才コンボはサボーファイターで相手モンスターを破壊しさらにオイルメンの効果でドローしながらサボーファイターの効果で遠くを守備用紙で特殊召喚していくモンスターを特殊召喚そして彼のスコーピオの効果で特殊召喚されたモンスター全部に攻撃するためサボーファイターは実質無限界の攻撃が可能実質無限界の攻撃が可能そろそろ来るかあと残りだけ2枚だぞ来たー素晴らしい何回エクゾで僕の勝ちだねターンエンド行くよボンコツの時期来た僕のドローボンコツの時期来たよカッターシャーク召喚したカッターシャーク効果カッターシャークの効果でモンスターを特殊召喚ランタンシャークさあランタンシャークを特殊召喚していくぜレベル4か2体来るぞユーマいやユーギー来るぞユーギーエクシーズ召喚キングレムリンモンスター効果はいはい発動キングレムリンの効果ガメガメ来たガメガメ降臨来た魔法発動おあ うつぼ来たうつぼで戻していくせっかくサーチしたのにせっかくサーチしたのに戻すなんでカードをセットターンエンドせっかくサーチしたのに、ね、僕のターン僕のターンはいドロー継続魔法発動、はいはい、さあボンコツの1効果はい永続魔法発動、はい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 、いいですよこれでクロセミさん負けたらめっちゃおもろいけどね永続魔法発動これでクロセミさん負けたらめっちゃおもろいけど、ね、永続魔法発動今ちょっと負けてほしいと思ってる自分永続魔法発動なんかもうギミック一切見せられずにボンコツの1で負けなされるみたいなつえドロー止まんねあっつえつえリロードは強いリロードは強いこれは強いこれは強いさすがにこれは強い永続魔法発動はいボンコツの1効果はい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 やばいよあと11枚はいボンコツの1効果やばいよやばいよこれ永続魔法発動やばいぞやばいぞ黒セミ永続魔法発動黒セミ頑張れ黒セミ永続魔法発動
やばい継続魔法発動テーブラテーブラ何枚やんだよお前テーブラ何枚やんだよこれうわ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 あれこれなんだこれ似たえやっぱり僕なんか勝てないのか三ターン僕は勝ったんだクロセミー